それではただいまよりご報告をさせていただきます。まず役員連絡会の概要でありますが、小村副総裁から重要法案の成立に向け、最後までしっかりお願いをしたい、次に会期もあと10、これは私からでありますが、会期もあと12日、残る重要法案の成立に電力をしてまいりたい、次に、日本と EU との経済協定の対策を充実するため、西川耕也元農林水産大臣を本部長とする日 EU と経済協定対策本部を党則79条機関として設置することになりました。最後に私から6月10日の土曜日から13日まで韓国を訪問する予定になっております。新政権関係者、議会関係等と有意義な意見交換を行い、これはまた別ですが、6月8日木曜日11時から大分県の物産展を例によって、東本部前で開催をさせていただきます。松山参議院国会委員長から民進党が法務委員長解任決議を出す構えだと、保守転換特例法成立まで静かな環境の中でということに反するのではないか、到底受け入れられない。次に吉田参議院幹事長、厳しい日程内にしっかり進めてまいりたい。次に竹下国対委員長、刑法は厳しい日程だが衆参よく連携して対応したい。次回の本会議は8日木曜日の見込みであります。古谷選対委員長、都議選の支援体制は効果的な誘導を考えていきたい。茂木政調会長、本日政調会、政調会で、骨太方針、未来投資戦略、規制改革等の論議を行う党の考えを政府にしっかり伝えたい。以上です。私の方からとりあえずご報告は以上でありますが、何かご質問とかあればよろしくお願いします。はい、自投資の見たいんですけど、幹事長からご報告ありました日 EU の経済連携協定に関する対策本部なんですが、今回あの設置することになった狙いを改めて詳しく教えていただければ。まあ、この我が国と EU との経済対策等についてですね、いろんな ご意見はしばしばありますが、これをきっと党として正式の機関を設置することによって、詳細検討を加えていきたいということであります。はい、はい、どうぞ。読売新聞の小田倉と申します。本日の役員連絡会でですね、憲法改正については話題になりましたでしょうか。憲法改正は今日は特に付け足しなんですけれども、本日今朝ですね、あの憲法改正推進本部の幹部会が開かれまして、そこで本部長の安岡さんの方からですね、年内に党内での改正案の取りまとめを行いたいという方針を示されました。今後、まあ、憲法改正に向けて党内でどのような議論をしていきたいかお伺いいたします。
まあ、憲法改正は今のお話のようなメンバーを決めてですね、取り組んでいくことになったわけですから、これからその委員会でのご議論の経緯を見守っていきたいと思っています。よろしいですか。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。それではどうもありがとうございました。